マイケル・ガブリエル・マルティネス・ティブルシオは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトリョーダ、独立リーグアトランティックリーグのハイポイント・ロッカーズ、所属。2006年にワシントン・ナショナルズと契約。この年は、参加の A-9 バーモントレーク・モンスターズ、A 級サバンナ・サンドナッツ、A 級ポトマック・ナショナルズでプレーし、 三球団合計で八十二試合に出場して打率。二百六十四点一本塁が十五打点十一盗塁の成績を残した。二千七年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーし百十六試合に出場して打率。二2 5 0三二打点十三盗塁の成績を残した。二千八年は A 級ポートマックでプレイし1 0試合に出場して 打率二百六十六点三本塁打五十八打点二十五盗塁の成績を残した。二千九年は AA 級ポートマックと AA 級ハリスバーグセネターズでプレーし二球団合計で百十四試合に出場して打率二百五十九点五本塁打三十七打点十0盗塁の成績を残した。二千十年は AA 級ハリスバーグとトリプル A 級 シラキュースチーフスでプレーし、2球団合計で133試合に出場して、打率27。272.11本塁が、56打点、23盗塁の成績を残した。2010年12月に行われた、ルール5ドラフトで、フィラデルフィアフィリーズから指名され、移籍。2011年4月3日のヒューストンアストロズ戦で、メジャーデビュー。この年は内外野をこなす。 ユーティリティプレイヤーとして1年間メジャーに帯同し、88試合に出場して打率、196.3本類が24打点3盗塁の成績を残した。ルール5ドラフトの規定がなくなったため、2012年からの2年間はメジャーとマイナーとの往復が多くなった。2013年10月8日に FA となった。 2013年12月18日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2014年もメジャーとマイナーとの往復が多く、それぞれ3度メジャー昇格と d f ェを経験した。2015年2月12日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。この年は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズでプレイし、102試合に出場して打率。ダリ 289.5本類が42打点11盗塁の成績を残した。9月4日にインディアンスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。インディアンスでは16試合に出場した。オフに FA となったが11月13日にマイナー契約で再契約した。2016年の開幕もトリプル a 級コロンバスで迎え5月14日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月2日にディフェとなった。2016年7月8日に金銭トレードでボストンレッドソックスへ移籍した。8月2日にディフェとなった。レッドソックスでは4試合に出場しただけで1アンダーを放った。2016年8月4日にウェーバー工事を経てインディアンスへ移籍した。 インディアンス復帰後は出番が増加し、59試合に出場。打率242.1本塁が4打点という成績を残した。守備ではユーティリティブリを発揮し、メインは二塁手を21試合守った。ついで11試合で中堅手を守り、こちらは無失策 DRS プラス1という堅実な守備を見せた。他、左翼手、右翼手、遊撃手。 三塁子も守った。また、シカゴカブスとのワールドシリーズでは、シリーズ最終戦となった第7戦の10回裏に、マイク・モンゴメリーの前に三塁頃に倒れ、最終打者となった。オフの11月23日に40人枠を外れる、形で、トリプル A 級コロンバスへ降格した。2017年4月2日に、メジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。 4月14日のシカゴホワイトソックス戦にて登板し無失点に抑えたがこれが2017年の MLB で初の野手による登板だった5月14日にディフェとなった2017年5月18日に後日発表選手または金銭とのトレードでタンパベイレーズへ移籍した6月19日にトレバープルーフの獲得に伴って DF22 日に FA となった。6月25日にインディアンスとマイナー契約を結び、トリプル a 級コロンバスへ配属された。オフに自由契約となるが、12月7日にインディアンスとマイナー契約で再契約した。2018年オフに自由契約となった。2019年3月11日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンスト・マーズと契約。 2021年3月4日に同リーグのハイポイントロッカーズにトレードで移籍した。ありがとうございます。